に行こうかな。さて、ここが議会だ。ま、元はアーランドの王城だったんだがな。そうそう、王城が冒険者たちのギルドになって、今は議会として使われているんですって。さ、中に入りましょう。ルルアちゃん、その腰を抜かさないでね。え？あー、お姉ちゃん、連れてきたよ。ありがとう、ピアニャちゃん。さてと、はじめましてだよね、ルルアちゃん。私はトトゥーリア・ヘルモルト。みんなからはトトリって呼ばれてます。私は正真正銘トトリだよ。ルルアちゃんのお母さん、ロロナ先生の弟子のね。許可更新の担当者がここにいるトトリお姉ちゃんだから。そうなんですか。うん、ルルアちゃんを呼んだのはね、先生の代わりに課題をこなしてもらおうと思ったからなの。の更新って本当は手続きだけなんだけど、ロロナ先生何度もすっぽかしてたでしょ。だから今回は罰として課題をこなしてもらおうかなって。でも先生は今いないから。課題をってことですか。うん、その通り。どう、ルルアちゃん。課題だってきっとこなしてみせます。
なんとかなるな。よくぞ言った。それでこそ私の弟子だよ、ルルアちゃん。じゃあ課題の説明をしよっか。この近くにオルトガラクセンっていう場所があるの。そこにものすごく強い魔物が出たらしくて、ルルアちゃんにはその魔物を倒してきてもらいたいんだ。魔物退治ですか？私全然強くないんですけど。大丈夫大丈夫。錬金術師は道具の使い方次第でどんなことだってできちゃうんだから。なんとかなるなるでしょ。わかりました。どうしようみんな。そうだね、とりあえず一回オルトガラクセンまで行ってみる。ああ、それがいいだろうな。敵の強さが分からなければ対策も取れないし。もし弱い魔物ならその場で倒してしまえばいい。どっちにしろ損にはならないだろう。うん、そうだね。よし、お母さんのアトリエのために頑張って魔物退治やっちゃうぞ。何するんだっけ。さーて、どこに行こうかな。何するんだっけ。何が見つかるかな。